1990年の広島東洋カープでは、1990年における広島東洋カープの動向をまとめる。この年の広島東洋カープは、山本浩二監督の2年目のシーズンである。前年オフに、長年にわたり、主力選手として活躍してきた高橋義彦を放出し、ロッテから2年前のパの首位打者、高沢秀明が加入したが、高沢は、 前年の故障の影響から思うような成績を残せず、その一方で高橋放出により新たに声優劇種となった2年目の野村健次郎が台頭し、投類王を獲得した。一方当主人は前年に最優秀救援当主となった津田久志美が故障でわずか4試合の当番にとどまる第五三だったが、新人の笹岡真嗣が、 当時の日本プロ野球記録となる17試合連続セーブポイントを記録するなど2桁勝利、2桁セーブを挙げ、先発と抑えの両方で活躍した。チームは4月を再開で終えるなど、スタートダッシュに失敗、6月下旬まで借金生活が続いた。7月以降は、太陽や中日との2位争いが続き、8月にようやく2位に浮上したが、その時点で、 首位巨人とは10ゲーム以上の大差がついていた。太陽や中日の2位争いに勝ったものの、結局優勝した巨人とは22ゲーム差、2位のチームとしては最小となる直近にディシーズンを終えた。ありがとうございます。